どうも、しつぎです。はい、ということで今回何回目だ、4回目のヒットマンチャレンジしていこうかなと思います。で、前回今度北海道行きたいねなんて言ってたんですけど、ちょっと北海道がなんかうまいことインストールされなくて、北海道だけなので、バンコク行ってみたいと思います。ゆこりんさん、スパチャありがとうございます。スパチャで応援。角田、角田、角田、え、地元、まあ、地元というか東京っていうんですか。さあ、バンコク、おー、楽しそうだねこれは楽しそうだねちょっと待って、なんか耳がムズムズする。はいこれでいいのかな。早速楽しそうだもんな。かな。え、どういうこと。さあやさま、スパチありがとうございます。どういうこと。これまでのコンテンツを体験し終える前にストーリーコンテンツへアクセスしようとしています。本当によろしいですか。え、さやさん、スパチありがとうございます。ヒットマン初見頑張ってください。ああ、頑張ります、ありがとうございます。え、ストーリーコンテンツへアクセスしようとしています。ネタバレ注意。いっか。おはよう47。おっ、でっかい声でかい。今回の目的地はバンコク郊外のヒマパンホテル、チャオプラヤー川に面した高級リゾートよ。お、メインターゲットはジョーダン・クロス。ジョーダン、人気インディーロックバンドザ・クラスのリードボーカル。あら、待望のセカンドアルバムを収録中よ。この男には一つ知られたくない秘密があるの1年前ニューヨークにあるクロスのペントハウスで才能ある若手女優ハンナ・ハイムーアが転落死する事故があったの。警察は事件性はないと断定したけど、彼女の両親は納得していない。クロスがハンナを殺し、父親の力を使って罪から逃れたと確信しているわ。億万長者のメディア王トーマス・クロスの影響力ね。もう一人のターゲットは、うん、ケンモーガン。誰いんのかい。クロス家の顧問弁護士である彼も同じホテルに滞在中よ。そういうふうにクロス家ですよ。彼はとても狡猾な男。ハンナ・ハイムーア殺害事件でジョーダン・クロスを無罪放免にした張本人なの。ハイムーア家は当然ながら報復を求めている。法で裁けないなら ICA が裁くまで。準備は一任するわ。 OK、 ラジャー。マジでこのゲーム俺先に言っとくけど向いてないと思うんだ。レイブンスーツってかっこいいね。これいいのかい。プレイ行ってきます。ターゲット2人。そう、このゲームは暗殺、自分が暗殺者なんですよね。で、暗殺して最後その逃げるポイントまで行くやつですね。下手説明、下手だ。メグさん、スパチありがとうございます。破壊されませんようにはい、ありがとうございますスーさん、スパチありがとうございます。ファイトかな。始まりましたね。バンコクへようこそ47。ケン・モーガンはクイーンスイートを予約しているけれどチェックインはしていない、うん、レストランかその近辺にいるはず。
妙なことにジョーダン・クロスは彼が来ていることを全く知らないみたい。クロスとザ・クラスのメンバーは3階のエンペラースイートに録音スタジオを設置したわ。そして何と言っても今日はジョーダン・クロスの27歳の誕生日。この年齢で多くのロックスターが死んでる。幸運を祈るわ、47。 Thank you。 ヘビちゃんさん、スパチャありがとうございます。何何、パリ、サピエンツァ、マラケシュ、バンコクと順番に進めないと話が飛んでしまうので収穫が出るだけです。でもプレイする分には問題ないです。なるほど。ネタバレしない程度のヒント投げさせていただきます。次さんの心が折れない。ありがとうございます、親切に。じゃあで感、なんか感度ちょっと変えていい、これ感度どうやって変えるんだ、どうこれで、うん、いいでしょう。よう決まってるなあんた、レイブンスーツだからね。おい謝れよ。なんでだよ、なんでだよ。こんなところにココナツなんか植えて実が落ちてきたら危ないぞ。上に何度言ってもラーチが開かないんだ。あとはせいぜい何が出ないように祈るだけさ。まったく職務怠慢とはまさにこのことだな。オス、オス、金持ちってのは汚し方はダメだよね。押しちゃダメよね。うん。ひまパンホテルへようこそ。どうも。何かあればいつでも申し付け。で、どうすんだ。まあ、とりあえずターゲットじゃん。剣毛眼よ。弁護士にして企業。あっちゃんさん常連いらっしゃせい。ターゲットじゃんこれ。この一味、もうこの一味だっていうぐらいの勢いで。あれ、あなたまさか剣毛眼？そうだ、レンガって二つなの。キース・マッケンジーです。ニューヨーク州南地区連邦検事局の。キース？チェルシー・ウィットモアの裁判で弁護に立たれたでしょう。あんな大胆な戦術を使う方は初めて見ました。ホームレスを焼き殺し、チアリーディング部のライバルに罪を着せた少女を金満病のため責任能力なしと無罪にした。あれは天才のひらめきですね。なるほど。つまり君は私に犯罪の片棒を担ぐなと説教しに来たわけではないと。正義は金より大切で、その正義のために戦う自分がいかに高潔でご立派かを自慢しに来たわけではないと。とんでもない。連邦検事局はあくまで。なんか難しいわ言ってること。とりあえずバンドマン殺しに行くわ。ちょっとお口が良くなかったね今ね。うん、いらっしゃいませ。ひまパンホテルにようこそ、はい、ご滞在をお楽しみください。はい、今日は警備が厳重な日なもんで、ご不便かけてすいませんね。入りますよ。ここは立ち入り禁止だ。そうなんだ。もう戻ってくるなよ。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。戻ってくる。またこれ着替えたりするってことだよね。困り客なのに入れてもくれないのか。ラウンジも閉鎖中なの。ああ、クロスケの連中かな。いや、脱ぎ替え。うん、まあそこそこ。できる人って服装からって言うわよね。だろう、レイブンスーツかっこいいだろう。そっか、入ってみるか。どうもどうも。素敵な一日を。誰？誰？じゃ人増えたら困る。カードリーダー。くそ。調べる。
ところでこのホテルのオーナーを見たことあるか？トーマス・クロスだよ。ミセス・ムーク・ジャイに文字通り神様みたいな。ナイチンゲール・ミッツさん、ここに来たこと、常連いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。マスコミのなんか偉い人って話だが、何これね、バリだっけ、どこだっけ、ここバンコクか。楽しいって言ってた、本当に今のところ何したらいいかわかんすまねえな、今ここ通せんだよ。上から厳しいお達しがあってさ。でそんな、やつの言う通りここは立ち入り禁止だ。でそんな上から言うん。着替えてえなあ。あの落ち着きのないやつは誰だ？もう一人のロックスターか？アベル・デ・シルバだろ。ニューヨークのインディーシーンでダントツに最高なすごいドラマだ。デス・アンド・タックスと、あとのフラット・アール・ソサイエティで出たんだっけ。まあ俺もトップ40くらいだし。あ、どうも。あそこ入ったら怪しまれるかな。あ、ちょっと待ってよ。はいはいはい、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。いや、侵入ってことではなくない？ねえ、その侵入ってことではないよ。そうそうそう、別にそんなちょっと覗いたくらいで大げさな。実におしゃれだ、気に入ったよ。だろう、俺のレイブンスーツいいだろう。トイレか。次の元夫が通っていったわ。は？次の元夫が、次の元夫が通っていったわ。ん？どういう次元の話をされてる？次の元夫が通っ、あはん。次の元夫が通っていったわ。わかった、俺わかっちった。とりあえずこの人の服装に着替えたいから、ちょっと来て。ちょっと引きずりたいの、これ引きずりたい。じゃ、変装じゃなくて引きずり、こっちじゃない、こっちじゃない。ちょっとで変装して、でこの人、いや入るじゃない、違う入るじゃない、ちょっと待って、これを引きずって、そいつを下ろせ。うわ、待って、このタイミング、ちょっと、そこ捕まえたぞ。貴様に言ってるんだ、超法規的措置も取れるんだぞ、あまり手こずらせるな。貴様まさか聞こえないのか。おい、手のひらをこっちに向けてゆっくり手を上げろ。絶対に捕まえるからな。痛い、壁越しに痛い、ちょっと待って、やめて、痛い。バンコク。
あら、蝶々が綺麗ね。もっと手際よくやんないとダメだね。あれ、いない。なんだなんだなんだ。どういたしまして。あ、いいえ、こっち向かないで。ごめんごめん。向かないで。奥の扉だよね、確かね。はい。えいっと。よし。で、で、引きずる、引きずる、引きずる。引きずる、早く、早く、早く。早く、早く、早く、開ける、はい。急いで、急いで、見つかる、見つかる、見つかる、急いで。エビちゃんさん。マジありがとうございます。いや、なんか、今ヒントくれてたよね、でもちょっと。一回ね、自分流にね、行ってみるわ。ちょっと、レイブンスーツはいいか、とりあえずね。あれ、なんでこれしゃがむんだっけ？あ、こうだ。こうか。よし、着替えたよーん。ばっ、ででーん、着替えたよーん。よし、行こう。よし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 。いや、よし、これで。ほら、入れる。あら、もう。雪飾りがないのはよくわかりましたけど、待てないほどのもんですか。こっちは死ぬほど忙しいんですよ。どうせ数字が書いてあるだけです。アプローチ発見。アプローチってどうやって見んだっけ。あれ、ちょっと待って。なんか俺おっしゃった、おっしゃった今。あ、びっくりした。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 大丈夫。アプローチこれか。これやるんだよね、確かね。アプローチ発見どれだ。あなくてもジョーダンクロスは自分の年ぐらい覚えてると思いますがね。トーマスクロスか。ケーキは彼のアイデアだ。あ、ここに繋がってんだ。わかりましたよ。スタッフの手が空き次第届けさせます。お前なんか怪しいビッタ。今日はジョーダンクロスの誕生日だから、マネージャーのデクシーバラットがサプライズパーティーを用意しているわ。厨房では特製ベジタリアンケーキが焼けたところよ。ちょっと待って、みんな、ちょっと待って、情報量が、ちょっと待って、渋滞してる。俺今なんだ。ちょっと手伝ってあげたらどうかしら。なんか怪しまれてる。シェフに変装する？ちょっとトイレが臭いわよ。ちゃんと、ほらわかるでしょ。なになになに。ちょっと なんか怪しまれてない俺。なんで何で何も怪しいことしないんだけど。え、なんかめっちゃ怪しまれてんだけど、なんで。ねえ、前にどこかで会ったことなかったっけ。なんで。ジョーダンの誕生日。でもまだ黙ったろ。サプライズ。なんで俺怪しまれてんの。カメラに記録されたって。もうなんで。ちょっと一回休憩。捜索中になってるもん。白丸ついてる人は変装見破る。なるほどね。 OK。 ああ、ここには変装見破れる人いないってことだね。じゃあ、だからジョーダンは27歳で死ぬか、しぶとくレッカコピーみたいなアルバムを何枚も出しながら70代くらいまで生き残るかな。どうも。ここは入れなそうだな。おい、ウェイターに用はないぞ。はい、すいません。大丈夫か。通れない。言い過ぎ言い過ぎ。頭大丈夫か。ちょっと言い過ぎ。それは後頭部にバーコード入ってますが。うわっ、おいおい、お前ら絶対それ絶対それ俺が持ってこうか。
お前絶対なんかそれあかんやつだろう絶対。お前らこんな汚ねえ部屋にしやがって。眠くてさ。眠くてじゃねえよお前。大丈夫だ、詰めろそれ。お前いつもそれな。バンされんじゃねえか、大丈夫か。お前どこで寝てんだよ。おいおい、どこで寝てんだよ。お前らちょっと。前見て歩けよこのボケ。なんだ、どんな、何やってんのこの人たち。こんなことになる部屋、これ何、これ何、素晴らしいオードブルだ。ブロックみたいな。なるほどね、こっちに出てきたの。お前ここを通りたそうだな。通りたい。でもお前はウェイターだ、戻って仕事しろ。いいな、さあ行った行った。でもこの上、忠告には従っておけ。上にいるだろ絶対。さあ、悪いがここは立ち入り禁止だ。なんだおい、ブロックだ。おい、ここに入れないよ。あじゃあ、いやだから大女だって。ここブースは、よし、どこだあいつ、どこだ、ターゲット、ターゲットどこだ。ああ、スタジオっぽいぞ。お前だ、お前ターゲットだろ。おい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 、もうこねろこねろ。やめて、動くな、後ずさるのもダメだ。ようやく見つけたぞ。よし、首を折った、首を折った、首を折った。ちょ、やめろ、やめろ、危ない、ちょ、やめろ、ちょ、なんなんだよ、かっこに言うて、かっこに言うて。これが令和のヒットマンだ、こんなの。ちょ、な、どっから来たんだっけ。廊下の先だ。じゃあ、どっから来たんだっけ。冷え止まった。あ、痛い、やめて、はいはいはい、じゃあやめて、銃やめて、あ、痛い、やめて、やめて、どこだ、どこ、もう一人、いや、当たってる、ちょっとやめて、一回やめて。もう一人は、ターゲット、もう一人は、これ外出れない、あ、ここから出れる、出る、オッケー、これって、何、ちょっとどいて、あれ、ターゲットは、ターゲットもう一人どこ行った。あ、いるな、あ、いる、これだ、どういうこ、こんやろ、コクイッと首折った、やめて、死ぬ、脱出、死ぬ、やめて、撃たないで、ちょっと待って、やめて、いつかお前も自分のレストラン持てるよ。持てねえだろ、こんなんじゃよ。え、逃げろ、はい、ミッションかれる、うわれー、おれー、暗殺したった。どんなもんじゃい。え、一週間後、完璧、マジで。もう待って、みんな見た、あの撃たれてる時の俺のスッスッって弾を避けてさ。勉強になるでしょ。エイペックスで鍛えたね、レレレ打ちで鍛えた。できすぎてる。トーマスクロス誘拐の数時間後、口座から数十億ドルが消失。息子の死は巧妙な罠ね。誰かがハイムーア家を動かし、 ICA に息子殺しを押し付けた。
やべえ、話が入ってこねえ。誰かが金を得た。契約も完了した。問題でも。政治に無関心なのは知ってるわ、47。でも ICA は中立なの、常に。誰の手足にもならない。それにヒロポーさん、スパチャありがとうございます。初めてだ。ゴリゴリのゴリをしないです。ありがとうございます。モロッコ、パリ、いずれのケースにも共通するのは第三者からの情報よ。これはやめて、ここまでの、ここまでナイスのスタンプなしっていうのやめて。やめて。つながりが見えない。ちょうだい。今はね、クリアしたんだから一応。正体をつかむのは時間の問題よ。この影のクライアントを追えと匿名が下った。そういう話か。カモコさん、スパチありがとうございます。暗殺とサイコパスのお勉強になる。誰かがゲームをしているの。私ゲームしてます。知りたくない？はい、してます。相手は誰か。私です。お、ナイス、ありがとう。今この二人何の話してた？誰かがゲームしてるって話はしてたけど、いい感じだったね。ももちんさん、スパチありがとうございます。さすが令和ナンさん、ありがとうございます。結構アンロックしたんじゃん。ほら、スコア高くない？あー、そうだ、この人やるときに一人余計な人、俺首あれしてたな。それでマイナス5000入っちゃったんだね。うん、何、評価ゼロですよ。え、評価ゼロ、どこで見んの？評価ゼロ、この評価、あ、なんかあのここマークあるやつ、評価ゼロなのこれ。あれ、おかしいの。だってほら、排除成功、排除成功で評価ゼロってどういうことなの。あんな、なんつうの、銃撃戦みたいなやつをくぐり抜けてきたのに。バンコクへようこそ。評価ゼロなの？キミさん、常連いらっしゃいませ。カナメさん、スパチャありがとうございます。安定の強引さ、ナイスです。ナイスでしょ？まず、アプローチっていうのやろうか。これね。あれ？アプローチ選べない。なんで？選べないんだけど。アプローチまず発見するんだっけ？なんかさ、あれなかったっけ？あ、これだ。はいはい。なんかすげえやついるな。あれが剣毛眼よ。弁護士にして企業フィクサー。これはいい匂いだ。味見してもいいかね。素敵な一日よ。どうも。さっきなんかさ、これをどのコーナーつながった？あ、あの下のマップで来てるね。来てるね。なるほどね。ここに隠れとくんだ。な、お、ちょ、ちょ、なんだよ。な、お、ちょ、ちょ。はい。
ここでこうね。はい。そして着替えて、これがスタンダードなやり方なんだねきっと。はいはいはい。まあ一旦着替えよう。バーにタバコは置いてる？ない？よかった。喫煙は最低の習慣だからね。よし。OK。 あ、やっとな。普通にナイスもらったよ。こん中にアプローチ発見みたいなあったよね。行き飾りがないのはよくわかりましたけど、待てないほどのもんですか。ちょっとあんた誰だ。いや、なんでもないです。いや、怪しまないでください。で、アプローチどこだ。ん、あれ、まだあれ、止まれ。うん、もういいじゃん、そんな言わんでも。こっちは死ぬほど忙しいんですよ。アプローチ発見。どうせ数字が書いてあるだ。あれ？だけでしょ。あんなのなくても。アプローチ発見。犯行に気づかれた。絶対にお前のもんじゃないだろ。いや、シェフの目を騙そうとするな。むずくない？ねえ、これむずくない？ちょっと一回追跡されてるから、ちょっとお邪魔します。ヘビちゃんさん、スパチありがとうございます。アプローチは追跡ボタンを×を押せば見つけてなくても選べますよ。これか。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこの追跡が途切れないと。あの下の白い点が動いてるから、多分あれが変装がバレた。え、もうこれバレたら終わり？もしかして。変装がバレたってことは、もう一回あのイケてる服に着替えて、これでいいのか。で、アプローチ向かう。はい、向かいましょう。70、60。あれどこ、建物の中。あれ、もう一度電話を確認してくれるかな。うん、お調べします。暇パンホテルへようこそ。お客様、ここ入れんの？あ、ちょっと待って。そのまま行け。あ、そうだ。人の話を聞くから。どうやって行くんだ？入れてもくれないのか？ラウンジも閉鎖中なの？いいスーツ着てるか。どうやって行くんだ？あれ、マジでこのゲームむずい。なんで？ああ。これ外出ちゃうな。いや、増えたらまず。ええ、あの人はお坊ちゃまだ。何なの？
ああそう、例の話の続きをしよう。というのも事業が本格的に軌道に乗ったのはライオネスのソフトウェア。ヘビちゃんさん、スパチありがとうございます。演奏がバレた相手は R1 を押した時オレンジ色に光る、ちょっと白丸ついてる人だけなんで何かあの顔でいける時もあります。ほらアプローチ変えよう。ちょっとなんかあそこ行けないから、これシェフに変装するかさ、お一人のロックスターか。アベルデシロ。お、近い。ニューヨークのインディーシーンでダントツに最高なすごいドラマだ。デス&タック。すまんが5分後にまた来てくれるか。いいスーツ着てるな。アベルデシルバだろ。ニューヨークのインディーシーンでダントツに最高なすごいドラマだ。アプローチ、これとりあえず S&タックスと、あとフラットアースソサイエティで叩いてたっけ。まあ俺もトップ40ぐらいは聞く。そういえば昨日ジョーダンクロスのバンドのドラマーも辞めたろ。代役はそのデシルバなんだぜ。レコード会社が飛行機で連れてきて。これ話聞くんだよねきっと。ラウンジで会ってきた。マネージャーのバラットさんは後からさ。デシルバに。あ、オッケー。興味深いわね。ザ・クラスのドラマーが突然バンドを辞めたので急遽代役として連れてきたのがインディードラマーのアベルデシルバ。今はレストランのラウンジで迎えを待っているわ。都合がいいことにジョーダン・クロスはデシルバの顔を知らないし、あなたたち二人の外見はそっくりよ。お、ね、サインはもったいない。紙袋にうんこでももらってきね。一歩前進。え、そこ行けねえじゃん。あれが出てくるの待つんだよねきっと。IT 業界がぶっ飛んでる世界だってのは本当だな。その社内でいたずらをやったりするんだが、これマジですごいんだよ。どこ行くんだあいつ。反応したらいいのか分かりません。あっち来て。だからその IT 業界あっち来て。出てこないかな。あれ次の元夫が通っていったわ。あんたはあの時の。こっちから行けねえもんな。あれどうやって。来るか来るか、出てくるか。来た来た来た。この本は何の本かな。で、デクシーバラットはいつ迎えに来るんだ。わかりません。なるほどな。これはただの荷物運びなんで、先にスタジオへ上がったらどうすか。いやいや、押しかけみたいに見られたくない。待つよ。なるほどな。忘れられてなきゃいいが。入っちゃう、入っちゃう。これ似てるから。失礼ですが、ダメだよね。俺より先に入ることはできません。はいはい、まあまあ、この話をしよう。前に一度同僚に仕掛けてね、腰が抜けるほど。あいつどうすんだ。最高に笑えるだろう。しかもシリコンバレーで。あいつどうすんだ。我が社がそんなんだっていうのさ。けどな、職場に笑いは必要。これそいつ重要なんだよ。面白いですね。そう、入りに来た理由は話したっけ。あれが、あ、そうそうそう、ある中国人。あ、この格好だったら入れるってことか。なるほど。よう、決まっ。なるほど。あの格好で着替え。結構先生なのよ。あれでも俺変装バレたってなってなかったっけ。
前も後で待ってろよ。よしよしよし。変装がバレたになってんだよな。でもこれいけんのかな。うわやべ、こいつやばいぞ。誰か何とかしてくれ。あ、飯食う羽目になるからな。何やってんだよ。あれまさかフレンチカナディアンのサーカス隊員じゃねえよな。いい加減やめろって。はい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 、ショーは終わりね。はい、いい加減うんざりだよ。こっち見んなよ。こっち見んなって。ちょっとそういうのやめろって。今すぐやめろ。ほらさ。みんないいよ、ほっといてくれよ。じゃあこっち行こう。やめろ。ネットで有名になりたいならさ、人気ゲームの実況するとか他にも方法があるだろう。頼むよ。お前の格好になりたいんじゃ。わしはちょっとバレないように近づいて攻撃できるの。こっからちょっとクソ野郎がいい加減おかしな行動は。ちょどうすんのどうすんの。なんそういう攻撃やったら分かんないじゃん。だってなんでそういうことすんの。どういうことこれ何どういうこと。これこんなとこ行けんの。ちょっと一回逃げます。このまま一回逃げます。このままこんなとこ登れんの。おいおいおい、ちょっと。ああ、そんな、何そんな、そんなって。ああ Why Why ってか感じになってるね。アベルデシルバー。ワイ。助けて。そんな。ワイ。あ、撃ってきた。やばい、ターゲット避難しちゃったよ。誰か来てくれ。やめろ。やめろ。なんか穴開いて水出てる。あ。ちょっと待って、これは、こっち側に行けないの。おおお、やめろ、やめろ、やめろ、滑る、スッ、やめろ、ちょっと待って、待ってくれ、あ、バンコクへようこそ47。何回も来てんだよ。もう何回も来てんだよ、バンコク。
こんにちは、お客様。どうも。今晩へようこそ。はい、どうも。できることがあれば、なんて言うのか。まずだからこれ難しいのかな。アプローチどこだこれ。外ウェス宛ての小包を引き取りに行ったら、プロって感じですね。って言われた。でしょ。そりゃジュリアンだな。プロよ。あの女優に会う口実だろ、ジャッキー・キャリントンに。さっき彼女の部屋へ忍んで行ったぜ、ラッキーな野郎だ。なんだ、あの小包。いっそなくなってりゃよかったのに。ウェス・リストンがヴィンテージに目がないのは知ってるが、ブランソン MD2 だと。60年代最高。プロデューサーのウェス・リストンはヴィンテージもののブランソン MD2 ボーカルマイクを注文している。1960年代にいくつもの感電死事故を起こし、発売中止となった幻のモデルね。製造上の欠陥で高い電圧がかかると回路がショートを起こすの。これは使えそうね。でやね、フロントにマイクを引き取りに来たクルーを探してみてはどうかしら。このジュリアンという男は現在女優のジャッキー・キャリントンと207号室でお楽しみ中みたいよ。お楽しみ中ってボーカルマイクだとさ。でもほぼ狂気さ。 MD2 は207号室に入る手段。ほんな好き。あ、これは情報か。とりあえず207号室に入る手段、なんかカードキー。こんにちは、ヒマパンへようこそ。お名前を頂戴いたします。チェックイン。名前はトバイアスリーバー。名前はマクロ。ありがとうございます。あ、こちらがカードキーでございます。ヒマパンホテルへようこそ。ヒマパンホテルへようこそ。どうぞこちらへ。素敵な滞在をお楽しみくださいませ。カードキーもらった。準備ができております。すぐに係の方が。あ、俺205なんだ。お部屋までご案内を。205番号不一のホテル、マパンへようこそ。何があればお尋ねください。お客様が快適にご滞在いただけるようおもてなしいたします。ありがとう。ここのサービスは本当。まず部屋、お客様、何でも喜んでお手伝い。部屋に行く方法。お泊まり客なのに入れてもくれないのか。ラウンジも閉鎖中なの。ああ、クロスケ。え？の連中がな、次から次へ部屋を借り切って。あれ？アイテムってどこだっけ？あれ？ここを占領でもしよう？あれ？ったのか？こんなのってない。みんな高いお金を払ってるのに、オーナー。あ、これか。あれ、アイテムない。あれ？あれ、俺カードキーもらわなかった。やめなさい。あ、はぁ、って。あれ、俺カードキーもらった。あ、もらったの。あのカードキー。ちょ、ワイヤーしまおう。ワイヤーしまおう。怪しい怪しい怪しい。武器しまうのどうやんだっけ。ワイヤー持ってんの俺今。手に持ってる、大丈夫。ダメ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 、絶対ダメ絶対ダメ絶対ダメ。銃出しちゃダメだよ。とりあえず207あ5、私の部屋行きましょうか。これか使う。なるほど。これ外伝ってくんじゃない、さっきみたいに。寄りかかるホテルのゲストに運送して。これ意味あんのこれ。出るはダメだろ。戻りたい戻りたい。
ボタン効かない、ボタン効かないんだけど、出るって何これ。あ、テレビでっか。あそこに入るんだよね、入りたいんだよね。これあ、どうもどうも。あ、分かっちったんだよね。あれ、これ毎回これ使うの。これや。よし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 。すまんの。来た。で、これここの部屋だから入っ、よし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 、ちょっと立てない。あ、立った。これワイヤーしまいたいんだけど、俺しまった。あ、しまった。あ、しまった。うん、ほら来た来た来た。で、これカードキー持ってんのかな。あれ、笑顔でチップ弾んでもらえよ。おーい、どっか行った。なんか今ここ開いてなかった。何、バイパスって。あっ、ブレンディング、何ブレンディングって、何してんの、何してんのこれ、何やってんのガサガサ、何意味あんの。入りてえなー。207のカードキーを手に入れるにはどうしたらいいんだ。207のカードキー、立ち振る舞いに気をつけて仕事して。はい。あ、何これ、やりてー。触りてー、今の触りてー。まあ一回フロント行くでしょうね。ちょっと掃除したいんだと、207を掃除したいんだ。スタッフ、ん、あ、来たよね。
207掃除したいから鍵欲しいんだって、207欲しいんだ。失礼、どっかで会ったことはありましたっけ？ないです。そばに寄るんじゃねえよこのイカレ野郎。綺麗なタオルはあったか？いや、ない。やばい。追いかけられてる俺、大丈夫？大丈夫そうだね。情報入手、立ち入り禁止、これ何なん、ブレンディングって何これ、片付けみたいな。これ何なん、箱の中身は何でしょうねみたいな動きするけどあ、何、地下にあるの鍵、そういうの、そうね、嬉しいね、ありがとう。 IT 業界がぶっ飛んでる世界だってな。地下、ここ助かる。地下、やばいやつるじゃん、やばいやつるじゃん、白丸のやついた、あそこに。炭酸飲料、雪飾りがないのはよくわかりましたけど、待てないほどのもんですか、こっちは死ぬほど忙しいんですよ。なんかここなんかダメな気がする、なんかああいううるさいしてるとこダメな気がする。地下、こっちか、ここに鍵があるのね。やべえな、白丸だなあれ。あいついなくなるの待たないとな。ところで全然関係ないことを聞いても。おい、増えた、白いの増えた。やば、ヘビちゃんさん、スパチャありがとうございます。ブレンディングはその格好になりそう。買えば白漏れがついてる人が近づいてもブレンディングしてれば見破られない。なるほどね、ここでもちょっと今ブレンディングちょっとする余裕ないな今。ブレンディング、鍵どこだ？誰ぞ人生だよな、サル。音楽業界で働いて、やばい。バンドと旅行して、ああいう仕事してると、きっと女の子だって群がってくるんだろうな。ローディーになりたい。バールはいらん。いやいや、なるならプロデューサーだな。よし。ビートやトラックを作ってた。アーバン寄りのシンセバイブとか入ってた。ちょっと EDM 風味も入ってたかな。やばい。どこにカード機があるんだ。ホテルスタッフなら、うわ、びっくりした、ランクリングオーダーの準備も忘れないで。びっくりした、
でっか、何今の、びっくりした。いや、びっくりした、やめてくれ。何言ってんの、超びっくりした。ドライバー、ここはあかんな、これ。超びっくりした、さっきの何あれ。これいるよね、すぐそこに白丸ついてるもんね、マップ上には。あー、びっくりした。今だ今だ。この人やっていいのかな。でもこの人隠すとこがねえな。すげえいっぱいいる。すっごいいる。鍵ねえか、鍵。トーマスクロスはメディア王じゃなかったっけ。多国籍企業ってのは事業拡大が好きだからな。投資とか利権とか。そういや聞いた話だが、トーマスクロスは完全な引きこもりなんだって。ヒロの上司か。いや、ただ人間不信をこじらせただけだと思うね。鍵。それで沖合に島を買って、オーストラリアだったかな。そこは船をつけるのが不可能なんで。鍵。もう鼻歌やめてよ。ごめん、ザクロスのボーカルの部屋に掃除に行ったの。そしたらその人窓開けっぱなしでリハーサルしてて、歌を聞き出したらやめられなくて。鍵どこ？わかんない。鍵どこだよ。え？隣？鼻歌んとこ？隣に部屋なんてあった？戻りましょうか、ムークジャイさんが。今日できることは今日のうちにっていうのが聞こえてきそう。本当に？あの言葉大嫌い。初めて聞くけど。仕事に戻りましょうか。隣？私の母がよく言ってたわ。仕事を片付けるのが一番満足するって。私はそうは思わないけど。なぜかって？母はクリーニング店で12時間働いた後に心臓発作で死んだの。これか。あ？ここか？なんだ？了解。エアコンの修理を頼む。あ、ごめん、なんか怪しまれる。コイン。何やってるんだ。いや、なんでもない。これ鍵。松崎。おい、そこのお前だよ。二度と面見せんなよ。ったくバカにしやがって。二度と来るんじゃねえぞ。今地下の電灯を買いに来たんだけど、はぁ、あ、たまらないぞ。
キュッ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 。何でも言ってもんじゃないだろう。お前が買ったやつどう見ても足の数が。オッケーオッケーよし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 。いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない。よし、まあ、あなた会ったことあった？ない。誰だっけ？ No thank you。よし、でこのでも捜索中ってなってんの、一回これあれしたいな。この捜索中一回捜索中ちょっと一回あ、直った。捜索中じゃなくなった。さあ入りますよ。マイクを入手する。マイクどこにあるんだ。どういう状況それ。これどういう状況だ。これやっていいのかなこれ。とりあえず入って、あの起きてる方をまず、やっぱちょ開ける。何を。あ、扉か。おい、よっ、隠す場所ないの。マイクは、マイクは、マイクどこ、マイクは、ちょっとマイクはどれ。マイクこれ、ベッドの上のこれ違う。マイクは？どうする？どこにあんのマイク？ラジオ違う。マイク、マイク。レコーディングスタッフに変装できんの？はあはあはあ。マイクないじゃんね。え？誰？ああ。え？マイク。マイク。あー、あったあったあった、これだ。オッケーオッケー。でこれ何すんだっけ。これどうすんだっけ。ん、窓際っぽいです。ああ、ありがとうございます。見つけれました、無事に。でこれはしまわないと。ちょっとダメ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 。あ、違う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 、ステンナ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 隠して、そう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 。で
レコーディングスタッフに演奏すればいいのかな。で、これがこれだったら多分あそこ登れるんだよね多分。よ、相棒。うい。うい。ダメだダメだ。あんたはここを通らねえよ。悪いな。あれ？こっちだっけ？あれ？録音スタジオ。失礼いたしました。このスタジオってどっから来るんだ。まあ、今思えば当時は UI の扱い方を分かってなかったけど、まあやりながら学んでたんだ。よっちは。おっと、あの落ち着きのないやつは誰だ。もう一人のロックスターが。アベブデシルバだろ、うん、ニューヨークのインディー州で。それまた別のアップ。あれが剣毛岩よ。弁護士にして企業フィクサー。検問官だ。もう一度電話を確認してくれるか。お調べします。やめて。感謝いたします。ごゆっくりどうぞ。素晴らしい。あんたも録音スタッフの一人かな。そうだよ。録音スタッフの一人だよ。見破るやつもいるんだね。手短に説明するわ。調子はどうだね。VIPとクルー以外は一切禁止。ホテルの従業員調子はいいぜ。やべえ、こいつ白じゃん。白いやつじゃん。やべえやべえやべえ。そうだ、バルセロナ公園の話をしてくれるはずだったろ。そうだ、あれは本当に俺は赤いハーフレザー。はい、終了。よし、お疲れさん。今の気に入ったかわいい。6弦の倍音がほんのちょっと濁るかな。でも案外悪くないかも。気にしないで続けて。いいわよ。持ってきたよ。どうした録音班。現在対応不可。え？よし、今のはモニターに戻った。ジョーダンのスタッフ、クールだね。ルース、ブランソン MD2 が届いてるぞ。よっしゃ、それをブースのマイクと交換してきてくれるか。あれがジョーダンクロスよ。数形と憎悪を等しく集める男。ちょっとなんか今回俺うまくいってんじゃない。結構なんかまたデモと全然違う。ああそこにいんの。ガソリンテックを倒産させかけた代物だ。だけどなんで欠陥製品として有名なマイクをわざわざ使いたがるんだ。いけるかこれ。ウエスは妥協しないからな。完璧な音をとことん追求する。閉じて昔ノエルワーグなの。閉じて。で収録が始まるのを待つ。どこで。妥協しないってのはそういうことさ。とにかくマイクは扱いさえ間違えなきゃ安全だ。いいか、絶対に電圧を上げるな。ねえ、分かった。平気ですよ。なんか見てるこいつ。あれ、ターゲットはどこ行った。上にいるのか。収録が始まるのを待つ。白丸に見つかったら怖いな。これ待ってりゃいいのかな。上行かない方がいいな。
やっぱスタッフはスタッフもこう楽しそうにしてないと。新曲いいっすね、ノリがいいっすね、新曲のノリが。どこ行った？あれ？あ、上にいるわ。早くレコーディング始まっても。新曲今回もいいっすね。イカレポンチって言われた。売れると思うか？ラクラスの新作アルバム、デビューして2年目は大変だって言うからな。単品受けしたのが終わらないとはな、まだ。レコーディング始まんねえな。俺にはすごくいい出来に聞こえるが、どう思う？え？被害者が発見された、どこで？あ、あ、俺と同じ格好にする。ちょっとだってレコーディングが始まんないんだもん。スピーカーでっか、こんなでかいスピーカーが鳴らさないだろ。え、これどうすんだろう。だってあいつ歌いに来ないんだけど。あ、来てる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 。よしよし、いや、なんでもないです、だいぶ。よしよしよし、あ、大丈夫です。すいません。よしよし、入ってる中に。白い丸いないよね。オッケー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 。はい、回った。違う違う、あ、ダメだダメダメ、ストップ。あのさ、やっぱりそのなんつうかこれじゃないっつうか、もうちょっとそのサムシング感っていうものは。電圧上げてみたんだけど、これでいいのかな。構わないよ、ジョーダン。一息入れといて。何か飲んで、喉に水分補給してこいよ。なんでだよ。電圧上げたのに、ちょっと。オーケー。あのな、さっきは。おい、はい、大事、俺が考えてたのとちょっと違う。出てくんなよ。今度は弾く内容まで指図する気？私がどこぞのバックバンドにでも見える？またかよ。あのな、俺はこの曲を書いた者としてビジョンを尊重してもらいたいだけだ。お前デモテープを聞いてもないだろ。ウェスもなんとか言ってやれよ。俺は好きだよ。押さえつけた怒りが伝わってくるようで。あんたは90年代風なら何でもいいんだよな。はい、じゃあこれは俺の歌なんだ。だからデモの通りに弾いてくれ。難しい注文じゃないだろ。情報入手したね。つんけんすんなよ。また人のせいだと思ってるの？くベンティの時みたいに。ああ、もう次行こう、次。え？どこ行くの？収録が始まるのを待つでしょう。ひどい失敗。はい、回った。ミックス上げる。何これ、は？いいアイディアだな。よし、それを採用だ。あと3つ。
何これ何？おお、それもいいな。二つ決まりだ。あと二つ。こいつは黄金の耳の持ち主だな。あと一つだ。いや、そうじゃないんだよな。前の方が良かったな。おお、漢字を掴んでるじゃないか。あと一つだ。頼んだよ。様になってきたぞ。あと一息。どういうことか。これは俺は何をさせやされてんの。ダメだそんなゴミ。バツ。ちょっと、うまくやったわね。少し調整してやれば文字通りしびれるパフォーマンスが期待できる。おい誰か、冗談呼んでこい。これならドンピシャだろう。よしよし、よしよし、よしよし。ねえ、ウェス、これ完成させるの？白丸はいないね。君のアイデアはいいと思う。もう何テイクかやってみて、ちょうどいいところを見つけよう。きっとうまくいくさ。ウェス、やってはみるけど。あ、俺、さっき乗ってた時、これやんなきゃいけないってことだったのね。そこもうちょっと、そうだな。ザ・ラビーンズのイントゥーザ・フレームたくやれないかな。だろう、俺の言ってる意味わかるよね。じゃあそれで、あれ、クエンディはラディックのトムとも置いてったんだ。はい、回った。見た目もほぼひどいやつを置いてた。これでいいんでしょ。いいんだよね。おい、ジョーダン、これを聞いてみてくれ。おい、何これ何。今のミックス最高じゃん、ウェイス。なあ、それでワントラック通しでやってみようぜ。ワクワク。ワクワク。なあ、これ音が変だぞ。ギターの弦張り替えた。はい、ジョーダンのベースストラップ。はい、お疲れ。美しいね。弦張り替えたって何？弦張り替えてこれやんの。来た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 よ、みんなほら。はい、回った。おい、どうした？マイク動かせって言ったろ。さっきのは移送の総裁だと思うから。また怪しまれるか、この人。かっこいいね。あいや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 、ベベ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 、あいや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 。ターゲットダウン。次は剣毛眼よ。みんな意外と冷静だね。ここ出たいんだけど。どっから出んだこれ。ここいいっすか。ちょっと通りますね。ああ、すいません。失礼。こちらこそ。いや、だから防音なんだって。録音ブースは防音なの。わかった。おい、待てよ、お前。よし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 。あ、ちょっと。大丈夫ですよ。お揃いですね。この人ギター弾いてた人。よし。はい、ということで今回は一旦ここで終わっとこうかなと思います。はい、次回この人を見事な暗殺していこうかなと思うんで、はい、期待してください。期待してて待っててください。それでは皆様、素敵な悪夢を。ひつぎでした。